皆さんおはようございますですで、えー、本日は「み、え、こ、ー、ラジオ」第2回目をお送りしたいと思います。えー、そしてですね本日のテーマは「み、え、な、ー、さん、えー、ご夫婦の財布は、えー、別々ですか同じでしょうか?」っていうお題なんですね。<coughs> えー、まずね我が家についてお話しすると我が家は、えー、夫婦のお財布がこれ別々なんですね。であのー、まあね結婚する時にあのー、今も覚えてるんだけど同じ職場のねあの中国からねお嫁さんに来た人ねその人がね私が結婚するんよって言ってまあ同じ年ぐらいの人だったんだけどって言ったらねなんか もう絶対に、ね、最初にお財布握らないとダメよっていうねあの中国人にね教えてもらったというね絶対お財布を握らないといけないからねみたいなそれだけアドバイスするわみたいな感じでねあの若干片言なのにねそれをめちゃめちゃ熱く語られたっていうねでまあ,あそういうものみたいな感じででアドバイスもらって、まあ、結婚したんだけれども。 うんなんかまあねあのまあご存知の通りねあの超晩婚の私たちはまあ独身時代がまあねその異常に長かってその自分のお給料をもう好きに使うっていうのにまあすごく慣れすぎちゃっててまあお互いにねだからそのまあ結婚する時に。 あのお財布を一緒にするかとか別々にするかみたいな話もねあの多分しなかったんですよね。でまあねその私もなんとなく、まあね、昭和の女なのでその結婚したらあの専業主婦になるのかな。 なりたいとまでは思ってなかったけどまあ専業主婦というかそのまあいわゆるね奥さん業の方をメインにするみたいなイメージがなんとなくあって結婚はしたんだけどもその結婚する時にあの最初にね旦那さんに言ったのがあの私ね結婚したらその旦那さんの お給料だけで生活して私のはパートみたいなので自分のパート代はねあの貯金するみたいなそんな感じにしたいって言ったんですよそしたらね多分その時言われたのがあのー、あれねミコちゃんはね、あのー、そういうなんか家家庭にじっとして収まってるタイプじゃないから働きに行った方がいいと思うよみたいなことを言われたんですよね。でその時はなんか え、そういうふうに見えるみたいな感じで思ったけど、私割と家でじっとしとくのも好きやんみたいな感じでね、あの、受け答えはしたんだけど、まあ、今思えばね、その真意は私にも金を稼いでこいっていうことだったなと思うんですけどね。うん、まあ、そんな話をして、で、まあ、じゃあね、みたいな、あの、分担、支払いのね、分担はどうするみたいな感じになって、で、まあ、 あのよくあるパターンですかね旦那さんが、まあ、家賃と、えー、水道光熱費などを出すそして私が、えー、食費と、まあ、日用品費みたいなのなんか雑費みたいなそういうものを出すとで、まあ、その時に決めたのはそのなんていうのか家電とかが壊れたりとかそういう大きいものの買い物はあの旦那さん のあのお金から出してねっていう風に取り決めをまあねあの支払いの取り決めだけをしてねでお互いのまだお給料もそこまで知らず知らずっていうか、まあ、私はあのとりあえずねあの住んでる場所からは、まあ、ある程度遠いところに引っ越しをしてきたので一旦結婚を機に仕事を辞めたので。 まあね、その時はまあ辞めた時にもらった退職金だけを握りしめてあの、まあ、結婚したっていうねあの、まあ、はっきり言ってしまえば貯金は0円でしたねその時ね。で,で旦那さんはというとなんとなくね結婚した当初はねわりかし秘密主義だってなてかあんまりはっきりと。 教えてくれなかったんですよねでそれともう一つ言うとねたまたまですけどあの結婚しましょうっていうタイミング結婚まあ結婚するって決まってうーん決まってそうですね結構私があの、まあ、一緒に暮らし始める2ヶ月ぐらい前かなぐらいになんか旦那っちがめちゃめちゃなんかもう仕事で。 まあなんかいわゆる今でいうパワハラ的なものをされてなんかどんどん元気がなくなってきてあのもう俺仕事辞めたたたいいみなな感じになったんですよで私も「えっ!」てなって「いや結婚前に私仕事辞めるのにあんたも?」みたいな感じでねなったんだけどあのもう無理行くのは無理みたいな感じで。 言ってきたんででなぜか私もねなんか「まあもうさあもうそんなんならやめたらいいじゃん」って何か言っちゃってあの結婚お互い結婚した時ね2人とも無職っていうねなんかもう <laughs> わわわもう和,和やですよねもうむちゃくちゃな話で今思えばね。 あの40代でねあの落ち着いた大人同士の結婚ではないのかっていう話ですけどまあね蓋を開ければねそんな無謀なみたいな感じの、まあねえー、結婚だったわけですでまあその結婚してねまあ今、まあ、約10年経ってますけど、えー、今結局ねいろいろね右余曲折があり どうなっているかというとですねあのやっぱりねあの財布は別々っていうままでです、ね、だからまあね結婚する時にねあの中国人がねしてくれたアドバイスの通り最初にねあの最初にこう財布を一つにしてね ああののままあ、お小遣いいみたいなよよく聞きますよねその最初に握らないとね絶対無理みたいなことをね中国人がアドバイスしてくれてたけどまあその通りになったなーっていうねことでこれはまあまあ反省点でその自分が財布を握ってね旦那さんにお小遣いをあげるっていうのがまあ私は正解とは思ってはないんだけどあの ただね、お財布を別々にしていると、やっぱりなんとなくね、相手に期待しちゃうっていうか、その、きっと相手がまだあるだろうみたいなね、その、わけわかんない、その、期待値が上がっちゃって、だからまあ、その、うん、まあね、若干私の方がオープンで、まあ、旦那さんの方が、あの、割とちょっと、か、隠すって言ったらおかしいけど、 あんまりオープンに最初はねしてくれない性格だってだからまあ今思えばねあの借金があったねちょっとね。でその時にそのオープンにしてくれた方が良かったけど私は言わないっていうことイコールあのそのそ借金とか自分はねあの そそれこそ普通まあ普通にね結婚した時そのなんだっけ楽天カードみたいなんであのショッピングしたあの,の,の払いが少し残ってたから私はこれぐらい支払いがあと残っててであの辞める時に退職金をこれぐらいもらったからみたいな感じでオールオープンだったんですよ。で旦那さんはその後に何にもその借金があるとか言わなかったから言わないイコールないと私は思っちゃったんですよね。で だから余計にその私よりもたくさんお給料もらってるからなんとなくねあたなんか貯めてくれてるんだろうみたいなねなんかそのふんわりとした期待というかねそういうのでやっちゃっててだから、うん、まあ自分もね、まあ、私も まあ同じじくふんわりした感じでですねあの今まで通りね、まあ、結婚してもですねあの働いたお給料は全部自分のもので自分のものっていうかまあねその中から食費や生活あの消耗品なんかは買うんだけど、まあ、それ以外の残りはね、まあ、お小遣い全部お小遣いって言ったらあれだけどまあその好きに使えるっていうのかな。 まあ、お互いにねあの好きなものを好きに使ってるから相手への不満もなくみたいな感じで暮らしてたので、あのー、まあね何年か経ってねまあ蓋を開けてみればねあのお互いねそんなに貯金できてないみたいな感じになっちゃったっていうのがね、あのー、まあことの顛末なんですけどでまあそれからね、あのー、私があのー まあこれじゃあいけないなあっていうことになってまあねまあ何もかもね結婚も遅ければそんなことを思いつくのも遅いっていうねまあ若干ねあの生活力が低いね <laughs> あのアホ丸出しの私なんですけどあのまあこれではいけないと。かといってねもうあの今更ね別々財布になれた旦那さんにねいきなり全部私がするからお小遣い制みたいなことはまあできないし私も あの若干ねそれをやってやりくりする能力あるのかっていうねまあそのね自分のその金銭管理に対する資質の問題もありのでえとりあえずねあのまあね人のことをあのそうの言う前にまず自分だっていうことでまあ家計簿をつけ始めたとこなんですね。で その最初はね、まあ、その自分の分のみ家計簿をつけてたんですけど、えー、だんだんとですね、まあ、その2人の分の家計簿をつけるようになって2人の分っていうのがあの私ねその旦那さんがね、まあ、支払いをしてくれてるからそのきちんと家賃の支払いがいくらとか。 まあ単、ね、身の保険がいくらとかまあいろいろありますよねでその他、まあ、電気代やなんかもあんまりねそのはきちっとその先月より今月がみたいな感じで細かく把握をしていなかったんですねだからまあそれもあの悪いやで旦那さんがしてるのかもしれないけど自分も分かっとかないとなと思ってまあ旦那さんが払ってはくれてるけど今月はいくらみたいなことをねあの 家計簿に記入を始めてで,で<す>そうしてるうちにだんだんとですね旦那さんが自分の買い物をした、あのー、ものをねまあこれこれこうみたいな言い出してで私が、えーのー「じゃあさ」って言って自分で家計簿つけるのめんどくさいだろうからレシートを出しといてくれたら私がつけといてあげるよっていう話をしてね。で まあ多分ね最初は旦那さんもそのなんか家計を握られるみたいな感じでね嫌だったんだと思うんだけどまあ私が淡々とつけてねまあ、つけたあと1ヶ月経って集計した時にあ今月はこういう経費のにこれぐらい使ってたよとかあの割と。 仕事で、まあね、お昼間うちの旦那さんは外食なんですけどあの1ヶ月間で外食費がこれぐらいかかるんよねみたいな話とかをだんだんしていくうちに、まあ、旦那さんも、まあ、進んで、ね、レシートも出してくれるようになりでやっとそうやってお互いにねあの家計のことに、まあ、2人して相談ができる環境っていうのかな。 あの「こうこうこうだからこっちに使った方がいいよね」とかまあ私も把握してなかったから今まではその話ができなかったけどわかるようになって「まあこうこうこう」っていう。でそうやっているうちにまあまだ、あのさんもなんとなくあのこれがこうでっていうのを全部教えてくれるようになってね。で ああのまあ、今はねもうああのまあ、約10年経ってもうねどっちかというとなんか気分は就活みたいなね感じに向かってるのでまあ何かあった時にねお互いのその銀行の口座とか証番号が分かってないといけないよねとかうんそのね保険はどうとかねまあそんな話をね2人でするようになっていってるっていう感じ。 でこうやって言うとねめちゃめちゃすごくあのいい感じに進んでると思いきやですよ思いきやうーん貯金はねもうほぼない状態で全く貯金がねまだできてないんですよね。だからあののすごくねきちんとその ね、あの若くしてご結婚されて二人で計画的に貯金をねしてるあのご家庭から見たらもうなんかそんな先行き不安でどうやって生きていってるんだって思うかもしれないんだけどまあねなんとかやってるっていうねあの今現在そうだからね皆さんのおうちはねまあ私よりも大体ね結婚生活先輩の方が多いと思うので。 どうやって、あのー、まあねお二人の家計管理やってるのかなと思って、あのー、ちょっとね聞いてみたいな、まあ、いろんなパターンがねあると思うから、あのーまあ、旦那さんが管理しててるる家っていうのあるのあかなでも分かんないけど、まあ、たまになんか YouTube とか見るとね旦那さんが結構あのすごいそのお金のことに関してきっちりしてる人も家も ありますよねだから、うん、まあねどういうふうにやってるのか例えばまあ、夫婦別々の財布にし,してる人にしてもそのまあ、本当にお互いのお給料を知らないみたいなパターンもあるだろうしあのいやいや別々だけどその不共同のお金にあの2人でこうね同じ額だけこう入れてそこで。 あの共同の生活費なんかは管理しててみたいな人もいるだろうしあのどんな感じがねあの成功してるのかあの聞きたいなっていうのでまあね今更なんだけど結婚前にこういうことにね頭がぐるぐる回っとけばね どどれだけけ良かかったかったていうねことなんですけどまあねあのよく言う私がね夢の世界に住んでる人なので夢の国にねだからあんまりそういうこういう現実的なことに関してはねなかなか頭が回っていかない、えー、タイプでしてまあこれでもねあのちょっとはね考えれるようになった方っていうことでまあねあのあればあるだけ使っちゃうタイプなので。 まあねなんでこんなことになったんでしょうねみたいなまあ思い返せばね私小学校ぐらいの頃はねあのお金を使わない使わわなないい本当子だったんですよだからあのー、子供の時あのー、なんだっけお年,お年玉もらうじゃないですかでもらったら、えー、うちの家はね我が家は母親が一応全部そのあなたの名前として。 あの郵便局の口座にねあの貯金をしてくれてたんですねでその貯金をしてくれた中から、まあ、1年間通して、まあ、例えばゴールデンウィークにどっか遊び行くとか秋にお祭りがあるみたいな時にね「あのお母ちゃんあのお年玉からお金出してくれる?」みたいな感じで言って「はいはい」みたいな感じで母親がね「じゃあ,あのお年玉から2,000円下ろしてきたよ」みたいな感じでそこからもらってお小遣いにしてたので。 1、えー、一お年玉をもらってそのお年玉で1年間、うんえー、自分がちょっとずつおろして使うでもちろん多分1年経って全部使い切ってなかったと思うんですよね。うん、で、えー、こまあ覚えてるのはね高校生の頃もね高校生の頃確かお小遣いがね3,000円だったんですよね。でその当時 えー、レコードが古い話ですけどレコードが確か1枚2,800円で LP がでそれ1個買っちゃうともうお小遣いね200円しか残んないから、えー、結構ね何ヶ月もあの我慢して買うみたいなことをやっててでその3,000円のお小遣いをそんなにね あの少ないと思ってなかったんですよねその当時ね考えてみれば今なんかね3,000円なんて一回買い物にしたら行ったらね5,000円ぐらい使っちゃうからす,すごいよねで本当で友達あなんかある時友達と一緒になんかそれこそレコードかなんか見に行ってて。 あの私その当時なんかフェリックスっていうねあの猫ちゃんのねキャラが大好きでなんかフェリックスがねなんだっけ忘れたっけど TDK かなんかのねカセットテープのキャラになっててって言ってねいうめっちゃ古い話してますけど。 あのね昭和60年代の話してますけどそのねフェリックスの TDK のカセットテープね「わーこれかわいい」って言ったんですよそしたらその一緒に行ってた友達がまあその人一人っ子でね結構なんか割と裕福な感じの家だって。 あの「買ったらいいじゃん」って言って言われて私はその当時あのいいなって思って即買いするっていう癖がなかったしただまあ可愛いなって思っただけでそれをもうすぐ自分が手に入れるとも思ってなかったんで「いや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 別にいいよいいよあの、まあ、今日は買わない」って言ったらその友達が「ああじゃあ私がお金貸してあげるから買ったら」って言って言われて「えっ?」ってなって。 「いやいやいいですいいでですみたいな感じで、ね、い,やい,やいいいいいいな感じねややお金を借りてまで買わなくていい」とか言って断ったら友達が「変なの」とか言って「これぐらい買えばいいのに欲しいんだったら」とか言ってあのなんかめっちゃね呆れられたのをねなんか今ふっと思い出しましたけどまあまあそんな感じでねそのよっぽどよっぽど欲しいものじゃないとお金使わないみたいなねそんなタイプだったはずなのにね 点ん点ん遠い目ですけどそれが何でこんなやつになっちゃったんでしょうね。ほんとねあればあれば使っちゃう聖人をまあねあの通り越えまあそうねバブル期だったその時代を通り過ぎたからですかねよくわかんないけどまあねで今はねやっと そのなんていうのかな？まあ、がちょっと我慢できる。我慢できるっていうか。まあね。少しそういうあればあるだけ使っちゃうっていうタイプ。じゃちょっとなくなってきたっていうのがまあ、今なんですけどね。あのまあね。こういうお金事情って意外と身近な人とは喋れない話ですよね。あの、特にね。あの私がよく言う。そのパートで。 パートでお昼休憩に喋る話題にしては一番喋っちゃいけないっていうかねあのなんかねあの内情ばらすようなことを言っちゃうとね後々超面倒なのでまあこんなことはねあの逆にねこういう YouTube チャンネルで自分とは全くあの関わりのないね遠いところにいるね 皆さんと喋喋る方が喋りやすいし、まあ、皆さんもねあのそういう感じじゃないかなと思ってね思うんですけどあのねこんなこういう方法でやってるよとかこういう方法でやって貯金できたよとか逆にこうやってやったらねダメ,なんダメだったんだよねみたいなね そういういなんかまあ皆々様のね経験談などもねあのコメント欄にね書いていただけるとねあのまあ私もすごくあのためになるしあの他の視聴者さんもねあの面白いかなと思ってねまあそういうチャンネルを目指してるっていうかねねまあアラフィフィのね悩みをね あの全部ひっくるめて福袋じゃないけどそんな感じのチャンネルをねあのまあ目指してるというかそんな感じのチャンネルになっちゃってもうありとあらゆるね悩みがねあの私もねあの次々とねあの発生してきてねどうしようっていうねそれみんなでみんなに相談して解決したいっていうのがねこのチャンネルを作った、まあ、きっかけでもあるので。 まあそういう意味でね今日はねあの夫婦の、ね、お財布事情はどうですかっていうね話をしてみました、えー、またね、えー、皆さんの本当あのコメントねあのもうめちゃめちゃ読むの楽しみでほ、うんあの本当ねあのアドバイスがすごく役に立ってるというか私のね癒しでございますはいということで。 えー、今日の巫女ラジオでして。あ、最後噛んじゃった。今日の巫女ラジオでした。えー、ではまた。